続いて替え歌、今週の課題曲はこちらです。何回流れるんですか。やんないでしょ。8月っていうのはね、はい、各ラジオ局結構スペシャルウィークだっつってね、ゲストを呼んだりね、なんかプレゼントをいろいろしてみたりね、聴取率週間っていうやつですから、いろんなことをやってるんですよ。はい、うちのラジオが聴取率とかと無縁だからさ。ずーっと加山雄三の曲が流れてるけど、他のね、他のパーソナリティに申し訳ない。このラジオのいいとこはそこですから、ね、はい、そうですね、はい。ラジオネーム、犬まんじゅう。口から血を吐く、カツラ歌丸、ナイフ持って後ろで笑う、林家菊夫。怖いわ。怖いですよ。怖い、うん、ラジオの希望の船。もがき始めたブスを横目に、イブマサトはさらに強く、チョークスリーパー。厳しい。もう、あれですから、甲信丸の、はい、官房長官だからね、イブマサト。え、イブさんそうなんですか。うん、結構人良さそうな、うん、まあ見た目は怖いけど、イメージだったんですね。ラジオネーム、永久ラブソング。金玉は二つ、乳首も二つ、耳も二つ、目も二つ、命は一つ。いい歌、なんだこれ、すごい。これはいい歌ですね。パン、あ、すごい。いい歌だったわ今のは。ラジオネーム暴走三輪車。破壊の先に何があるのか、明るい未来それとも地獄、進め甲信丸。天使なのか悪魔なのかな。甲信丸のラジオの夜嫌いの夜行性。独立国家の甲信丸の加山様へ命捧ぐ、我ら下僕民。いや、俺もうこういうなってんのよ。あっち側の人間ですね。独裁者だからね、うん、結局。ラジオネーム、寝て起きたら明日。筋肉隆々、草のひとしは、甲信丸に対抗できる、我らの希望。いやいや、無理だろ。ラジオネーム、あっちの方は一刀流。甲信丸が世界を攻める、こんな時に行使するよ、集団自衛権。いや、無駄でしょ、無理よ。甲子園の相手じゃ。ラジオネーム、大木ボス。夏の終わりは、デリヘル呼んで、
何もせずに酒振る舞う俺なりのみそぎ。バカじゃない？ラジオネームチェーンギャング、石田一世、小向い美奈子、加瀬大衆、酒井紀子、胸が震えた。好きやな、ファンの。そうですね。まあそうですね。はい、なんかイベントでこの4人が集まったな。集まったんだ。うん、よかった。うん。ラジオネーム、バスケットカウント。手塚治虫も、ベレー帽を、少し斜めに被ってるから、多分、ラッパー。ラッパーじゃねえよ。漫画家だよ。ミスター漫画家だよ。巨匠ですか？一旦ブレイク。Day, night, dreamer. Live, on air.Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ、引き続き替え歌もやりつつというところでしょうかね。ラジオの大きいボンス。住み慣れた街。変わらぬ日常、守るために立ち上がった女子十二学を。いや、少林寺三十六坊みたいに言うけどさ。ラジオネームバスケットカウント。藤崎なな子、若月千夏、安室奈美恵、中越のり子、胸が震えた。ちょっと共通点がよくわかりませんね。なんか、なんだろうね、誰か付き合ってたのかな。まあまあまあ、まあまあね、言っちゃう。まあね。まあ、ちょ、これぐらいですね。はい、はい。まあ、いい、また、あれ、エカルサラはいい歌歌になりますから、まあ、いいんでしょ、歌がね。はい。林や菊を、怖いわ。怖いですよ。怖い。うん、ラジオの希望の船。もがき始めた、ブスを横目に、イブマサトはさらに強く、チョークスリーパー。厳しい。もう、あれだから、孔新丸の、はい、官房長官だからね、イブマサト。え、イブさんそうなんですか？うん、結構人良さそうな、うん、まあ見た目は怖いけど、イメージだったんですね。ラジオネーム永久ラブソング。金玉は二つ、乳首も二つ、耳も二つ、目も二つ、命は一つ。いい歌、なんだこれ、すごい。これはいい歌ですね。あ、すごい。いい歌だったわ、今のは。いや、無理だろ。ラジオネーム、あっちの方は一刀流。甲子園丸が、世界を攻める、こんな時に、行使するよ。
集団自衛権。いや、無駄でしょ。無理よ。甲子園まで相手じゃ。ラジオネーム、大木ボス。夏の終わりは、デリヘル呼んで、何もせずに酒振る舞う俺なりのみそぎ。バカじゃない？ラジオネーム、チェーンギャング。石田一世、小向井美奈子、加瀬大衆、酒井紀子、胸が震えた。続いて替え歌。今週の課題曲はこちらです。何回流れるんですか？やんないでしょ。8月っていうのはね、はい、各ラジオ局結構スペシャルウィークだっつってね、ゲスト呼んだりね、なんかプレゼントをいろいろしてみたりね、調子率週間っていうやつですから、はい、いろんなことをやってるんですよ。はい、うちのラジオ。調子率とかと無縁だからさ。ずーっと加山雄三の曲が流れてるけど、他のね、他のパーソナリティに申し訳ない。このラジオのいいとこはそこですから、ね、そうですね、はい。ラジオネーム、犬まんじゅう。口から血を吐く、カツラ歌丸、ナイフ持って後ろで笑う。ラジオネーム暴走三輪車。破壊の先に何があるのか、明るい未来それとも地獄、進め甲信マン。天使なのか悪魔なのかな。甲信マンのラジオの夜嫌いの夜行性。独立国家の甲信マンの加山様へ命捧ぐ我ら下僕民。いや、俺はもうこういうなってんのよ。あっち側の人間ですね。独裁者だからね、結局。ラジオネーム、寝て起きたら明日。筋肉隆々、草のひとしは、甲信丸に対抗できる我らの希望。好きやな、ファンの。そうですね。まあそうですね、はい、なんかイベントでこの4人が集まったんだ、うん、集まったんだ、うん、よかった。うん、ラジオネームバスケットカウント。手塚治虫もベレー帽を少し斜めにかぶってるから、多分ラッパー。ラッパーじゃねえよ。漫画家だよ。ミスター漫画家だよ。巨匠ですか。一旦ブレイク。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer
さあ、引き続き替え歌もやりつつというところでしょうかね。ラジオの大きいボンス。住み慣れた街川